どうも、よろしくお願よろいしくおし願いします。ます。はい。今回もメモがありまして、はい。親が何度もする話というトークテーマでございますと。で、親の話といえば、石井さん、前回、はい。いろいろとパンチの効いたお母様がいるという。そうですね。まあ僕、父親がちょっといなくて 母親しかいないんでね、親が何度もする話って言ったら、まだ大体母親から聞かされる そう、話になりますけどね。なるほど。ありますか？そういうエピソーありますし、ドみたいな。大前提として、親が親戚の集いとかで何度も同じ自分の話されるの嫌だったじゃないですか。わかりますね。でも今やっちゃいますね、俺子供に対して。この子がさ、何歳の時にさ、とか言って。あれ嫌なんでしょうね、子供。あれ、嫌なんだろうな。そうですよね。いや、なんかね、僕が、まあ僕兄がいるんですけど、兄が小学校に入るぐらいのタイミングで、元いた文京区に住んでたのが江東区に一回引っ越したんですね。で、兄は越境で文京区の小学校通ってて、で、僕も、そのまま、ちょっとの間、その保育園は、その元いた文京区の保育園に親が、その江東区からで、おぶって、朝、仕事行くときに送り届けてから仕事に母親が行ってたんですけどね。僕、もともと南砂町と住んでて、で、それが母親が朝東西線に乗って、行くわけですけども、その朝の東西線、しかもその大手町方面っていうのは、めちゃもくちゃラッシュなんでう、すめちゃくね。ちゃ混みますよね。めちゃくちゃ混むんですよ。で、その中をまあ、子供をおぶって乗らなきゃいけないわけで、やっぱり怒られたりするようなことも多々あったらしいんですよね。今でさえそういうことはあるだろうから、昔で言ったらそういう理解もあまりないでしょうかないでしょうからね。らね。で、まあ当然僕が泣いちゃったりとか、で、うるせえとか言われちゃったり。だからある時食パンを持たせとくと、なんかじゅーっとそこをしゃぶったりして、静かになるってことが分かって、それをやってたらしいんですね、その満員電車って。で、ある時僕はおとなしくしてたらしいんですけど、満員電車だから。隣の男の人が、いやいや、いや、いや、いやいやいや、なんか言ってるらしいんですよ。なんだと思って見たら、その背中の僕が、そのよだれまみれの食パンを、その男の人に食べろっつって、ずーっと押し付けてたらしいですね。これをですね、もう親戚の集まりとかだと、いかに自分がその子育てが大変だったかって話の時も絶対言うんですよ、それを。でもね、なんかもう、僕は記憶にもなそう、い記し。憶にないから、なんもリアクションできないじゃないですそう、まあね、みたいな。か。なんかそういう子供の時に大変だったって話はやっぱり何度も聞かされますね。そうですよね。僕もそんな感じですよ、本当に。でも、僕が3歳ぐらい、まだ物心つく前に、僕、宮城県なんですけど、出身。宮城県沖地震っていうのがあって、まあ、結構、揺れて、で、まあ、ブロック塀が倒れたりとかですね、いろいろあって、で、当時、だからまだ妹が生まれる前なんで、まあ、母と父と僕で3人暮らし、アパートの2階かな、なんか住んでたらしいんですけど、で、家の中がそれで、まあ、めちゃくちゃになっちゃった。その時は、地震が起きた時は外にいて、で、帰ったらめちゃくちゃになってて、それがどうもショックですごい泣いたと。で、それ以来、なんか家に入ると泣くようになって、そう。で、井上さんがってことですか？僕が泣くようになって、ちっちゃい僕がですよ。で、親も困って、
もう車に、ね、寝かせようと思っても泣いちゃうから、うんうん、車に乗せて、で外ぐるーって回って寝たかなと思って帰ってくると、うん、起きて泣いちゃうみたいな話があって、あで最終的に引っ越したんですよ。おー、はい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 、引っ越したって言って、もうその家がダメだって、家がもうダメだからって言って引っ越したのよって言われるんですよ。で、ね、まあ、ごめんねって言うんですけど、謝んなきゃいけないのかなって話ですよね。そう、そう、もうごめんねって言うしかないんですけど、はあ、うん、あでもね、俺これはごめんねって言わないとダメだなっていう話もあって、うん、もう少し大きくなって、はいはい、まあそれはもう江東区の保育園に通ってたんですけど、はいはいはい、自分でもうっすらもうそれちょっと覚えてるんですけど、うん、なんかこの迎えの時間の時に、はいはい、僕がなんかこうすごい一人暗い顔してなんか座ってるから、うん、他のお母さんたちが「こうちゃんどうしたの?」みたいな、はいはい、言ったらしいんですけど、うん、その全員に、うん、僕は、うん、本当の子供じゃないんですっつって、はいはい、泣きながら、え、僕はあの迎えに来てる人の、はいはい、あの人の子供ではないんですって言って、急に急に急に、そしたらもうしばらくその直接みんなもう母親に聞くに聞けずに、なんか噂が広がっちゃって、で、母親本当の親じゃないですって言ったと迎えに来るじゃないですか、はいはい、でもみんな言えずに。な何も、ああ、どうもー、みたいな、さよなら、みたいな感じで、みんな言えずに。で、僕も別になんかこう、うん、母親にそういうこと言ったとも言わずに。なんだか知んだけど、そういうこと言ったらしくてね。はい。大変なことになったらしいですけど。なんでそんなこと言っちゃったんですかね。なんなんでしょうね。それは本当に謝った方がいいなと思います。これは謝った方がいいですね。まあ多分なんか一人だけ迎えが遅かったとかなんか不適されちゃったのかな。なんか、なんか ドラマのなんか見て見たとかですかね。自分でも言いたくなったとか。うん。これは明確に僕が悪いなと思います。何歳であっても。そう覚えてても覚えてなくてもそうですね。あ、何歳であってもそうですよね。ああ、そうか。うん、あすね。あ、そうだな。ああ、あとね、うん。なんか親って、どういう気持ちになれって言うんだっていう話しません。今も難しいですけど。あ、なんか、もう感情の、うん、が難しい。感情のどのホルダーに入れていいかわからない話っていうか、はいはい、めちゃくちゃよくする話が、うんうん、うちの母親って、すごい幼い時に母親を亡くしてるんですね、はいはい、まあ、ただすごく優しい人だったっていうことは、でも僕ももちろん会ったこともないですし、はいはい、まあ、聞くんですけど、はいはい、でこれ本当に なんだその話っていう話なんですけど、はいはいはい、オチも何もない話なんですけど、なんかこう、あ、母親がちっちゃいうちのお母親が小さい頃に、はいはい、まあ、その母親、まあ、僕にとって祖母がちょっとあの近所の、まあ、乾物屋なんだかなんだかちょっと分かんないですけど、はいはい、にもやしを買ってきてくれと、うんうん、頼んだらしいんです、はいはい、でうちの母親がはいっつってお買いに行って、はい、でとまあ僕も見たことないですけど当時なんかもやしってそう袋とかじゃなくてなんかこうバサッて売ってたらしいんですよ、なんか母親曰く、はいはいはい、でそれをこうざっとこう、うん、あの入って渡されると、はいはい、で買って帰ったら、はい、うん、なんかほとんど腐ってたらしい。あ、でその母親、あ、僕の祖母ですね、はいはい、がそれを見て、うんうん、ああ子供が買いに行くとこういうことするのねって言って、はい、ニコッと笑いながら静かにその腐ったやつだけを避けてたっていう話なんですよ、はい。これ どういう気持ちなんですか、ね、なんかこう悲しいっちゃ悲しいし、もうむずいっすねこれ、まあ、優しいその母親のエピソードとも取れるし、取れるし、これ何なんでしょうね、何なんでしょう、何だろうこれ、うん、現代文の問題文みたいな感じですね。いや本当そうですね、なんかなんかそんなような話あったような気もしますよね、なんか、うん、ね、なんかそうですよね、文学
純文学っぽい。なんかね、どうとでも読者が取れるみたいな ね、そこから教訓を見出すこともできるしみたいな。できるし。もう一個いいですか、そこのこれどこに、はいはい、どういう気持ちの話になったっけ。あ、はい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 。なんか、うん、まあ僕じゃなくて兄だったと思うんだけど、兄の保育園があって、はいはい、いや保育園じゃない、保育園の遠足、はいはい、親同伴の遠足があって、はいはい、で当時はやっぱりこう父親が来るってことはまあほとんどなかったみたいですね、その遠足に、はいはいはい、今はそんなことないと思う、はい、でその兄貴のクラスの一人一組だけその父親が来たらしいんです、はいはい、でこう不愛想なお父さんで社交的な感じじゃない、はい、で お父さんいらっしゃったんですねとか言われてもなんかはいはいみたいな、でまあまあそんな感じでこう遠足行って、うん、でお昼ご飯ってなってみんなお弁当ねお母さんたちが作ってきて広げて、うん、あじゃあ一緒に食べましょうってなってんのにその、はいはい、父親が来たそのお子さんの家庭だけはそのポツンと離れたとこにあ行っちゃって、はいはい、でこう周りも気遣ってなんとかさん一緒に食べましょうみたいに言うんだけどああ結構ですみたいな感じで、はいはい、でまあそういうんだからまあねほっといてあげましょうみたいな感じで、うんうんうん、やっぱ母親が見てたら、はい、こうリュックから、うん、ダッとこう食パンを取り出して、はいはいはい、袋からこうパッて一枚出して、うんだってバターを塗って子供に渡してたっていう話なんですよ、はい、あ多分強烈に覚えてるんでしょうねその光景を。でもこれもなんかこ う なんでしょうねこの話もなんかこうなんでしょう、うん、置きどころがないんですけどでもなんか感じるものもまあ時代の違いとか、はいかね、夢の一場面みたいですね。本当そうっすね。なんかバター塗ってるみたいな謎の夢、うん、そこでハッと目が覚めたんですみたいな。うん。うね、バターを塗ってたんですみたいな。ドーンドーン。これもねめちゃくちゃよく聞かされる話です、ね。母親がそれから何を言いたいのかもよくわかりません、ね、わからないですよ、うん、すごいいいですね。そういう話をする回やりたいですね。なんなんだこの話の回、ね、なんだんだって言うんだけど最後ドーンって思なんかあとなんかこう 親であっても、うん、笑いを取りに来るときにしてくる話っていうのもないですか。なんかこうここは決めるぞみたいな。それの時絶対母親がよくするんですけど、はいはいはい、母親の兄が、はいはい、歩きながらこうおならをしてたらしいんですよ。プッ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 って。はいはいはい。そしたらすれ違った人が、うん、はいって言ったっていう話なんですけど。なんか話しかけられたと思ったらしいんですけど。これが出るとね親が決めに来てるなって今やってるなっていう。もう一個だけあって、はいはいはい、うん、あのいつまでたっても胸に迫ってくる話っていうのあって、うん、はい、うん、僕今ちょっとこの話泣かずに最後まで話せるか自信がないんで泣いてしまったらすいません、はい、はい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 俺が聞いた中で最も悲しい話じゃないかこれっていうような話があって、これを繰り返し母親から聞かされる。はい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 。まあうちはあの母親も働いてたんで、さっき言ったように保育園のお迎えがいつも遅かったんですようちは、うん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 、でたまに今は多分ダメだと思うんですけど、うんうん、6歳離れた兄が迎えに来ることがあったんです。はいはい、あだから多分小学生ですよまだ。小学生ですね、はい、今は多分ダメだと思いますけど。そうですね、はい、うん、で兄がその僕を楽しませるためにこの足で漕ぐ車みたいなのあるじゃないですか、うんうん、はいはいはい。で割とこう家から保育園離れてたんですけど、わざわざその小学生の兄がそれを持ってきて、うん、はいはいはい、迎えに来てくれてたんですよ、うん、で帰り一緒にそれ僕が漕ぎながら一緒に帰って、はいはいはい、まあ本当にそう、ね、よくできた兄だなと思うんですけど、うん、である日
母親の仕事が思いのほか早く終わって、うんうん、母親が迎えに来た。あ、はいはい。で、まあ僕も正直母親が迎えに来てくれた方が嬉しいわけ。うんうん、で、やったって帰って。はいはい。そしたら家に、うん、うちの兄がいなかったの。はいはい。で、いないってなって。まあ言っても小学生ですから。うんうん、そしたらその母親が、今日私が迎えに行くという連絡を兄にし忘れてたらしいの。ああ、はいはい。で、あ、もしかしたら迎えに行っちゃったんだって言ってたら、うん、帰ってきたの。はいはい。ピンポンと兄がその車を持って。はい。いやあんた、ごめんねって。そしたら、その兄が、うん、今、保育園行っていなかったから帰ってくる途中に、うん、お母さんとコージにすれ違ったよって。二人の、チャリンコ二人乗りして過ぎていく。はいはい。僕らとすれ違ったらしいんですよ、兄が。ああ。たら、母親が、え？なんで言わないのそれと、うん、言えばよかったじゃないって言ったら、いや二人が楽しそうに話してたからって兄が言ったっていう話になって、俺これもう悲しくないですか、これこの話なんだろう。でもちょっと可愛いところもあるというか、まあまあ可愛いところもあるし、でなんかこう、なんか母親と実の、ね、弟が楽しそうに話してて話しかけられなかったっていう、あ、なんだろう、うん、や優し邪魔しちゃいけないみたいなだのことなのかな。これをね、母親がこう涙を浮かべながらいつもするわけです。ああ、でもお母さんとしてはちょっと気がついてあげられなかったっていう、かったっていうね、うん、はそうですよね。ちょっとさ、なんか申し訳なさみたいなのがありそう。そういう場面場面をやっぱり親って覚えてますね。そうですね。で僕も、うん、そういう場面場面を、うん、自分の子供に聞かせてるわけです。繰り返しや繰り返し繰り返し、わかりますね、気持ちがね。そうですね。そうですね。ちょっともうなんかそれしょうもないとこばっかり覚えてたりするんですよね。あの保育園と自動ドアにぶつかってバイーンってなったよとか、そういう。そうそうそう、そんなことね。でそんなことなんですけどね。で今自分の子供たちがどういう気持ちになれっていうんだって今思ってバイーンって。バイーンってね。